日本北海道釧路市長釧路市長は、かつて北海道に存在した市長の一つ。市長名は、釧路国に由来する。一市、六町一村を所管していた。市長所在地は、釧路市。2010年4月1日、釧路総合振興局に改祖。道内における、釧路市長の一北海道東部、太平洋側に位置。北部は、山岳地帯、南部は、 釧路湿原などの湿原、平野が広がり、太平洋に接する。気候は、夏季は、霧が発生する影響もあり、気温が上がりにくい。冬季は、比較的降雪量も少なく、晴天が多い。以下は、釧路市を中心市とする、都市雇用圏の変遷である。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと。釧路市町の自治体1、7。 10、釧路市。2、釧路町。3、明石町。4、浜中町。5、しべ茶町。6、手塚か町。8、鶴井村。9、白らぬか町全域が、釧路国の領域に属する。中心となる、釧路市は、北海道有数の大規模港である、国際バルク戦略港湾釧路港を有し、東北海道の国際物流拠点として、国際コンテナ定期航路が開かれている。 港湾公配置の釧路臨港工業団地には、製紙パルプ、機械製造、飼料、肥料コンビナート、製薬メーカー、オイルターミナルが広がり苫小牧、室蘭と並ぶ北海道有数の工業が集積した地域を形成している。道東地域は物流の9割を釧路港に依存している。釧路市は道東地域の中心都市として外国交換。 国の出先機関、各金融機関が集中している。また国際会議観光都市として、国際会議場、ホテルが集積し、同等最大の商工業都市である。釧路市、白らぬか町の全域が国構えづくり改革特区の、釧路、白らぬか次世代エネルギートックに指定され、次世代エネルギー研究開発の実績も築いていた。ありがとうございます。